プリングミルレーン駅は、イーストロンドンにあるドックランズライトレールウェイの鉄道駅である。この駅は、駅名と同じ名前の道路がある、傾向業地域に位置している。この駅は、ストラトフォード支線上にあり、ボーチャーチ駅とストラトフォード駅間にある。トラベルカードゾーンは2と3の境界に属している。1996年1月15日開業。この駅は、 DLR が誕生した時から、東駅とラングドンパーク駅の今後の発展が保護されていた。駅名は、プディングミルレーンの近くを流れていたプディングミル側に、ちなんで付けられた。これはセントトーマズミルから取られた名前で、地元の水車小屋は、プディングの形に似ていて、一般には、プディングミルとして知られている。プディングミルレーン駅の島式ホームこの駅は主要な、 輸送機関のハブではなく、ラッシュの間もかなりの人が乗降している。これは広告目的の唯一のジョークであった。現在、主な建設工事は地域で進行中である。2007年7月以降、オリンピック会場の開発のため多くの道路が閉鎖されている。これらはこの地域での主要な動脈であるマーシュゲートレインも含まれる。The DLR ストーリー ハットヒドゥンロンドンプディングミルレーンハットブリティッシュヒストリーオンラインエンシェントミルズありがとうございます